どうもこんにちは。ギター教室 GT Max、 ギター講師の豊です。今回は先月発売されたゲオンのイヤホンを紹介します。 GT Max。 今回紹介するイヤホンはゲオの SWE-QT12 です。今回このねケースに蓋がないようなイヤホンだったんで、これがちょっと気になって買ってきました。値段は1999円と格安のイヤホンになってますね。それでは開けてみましょう。はい、おお、ブンと。こちらですね。同梱物はまずイヤホン、ケース、そして USB Type-C to Type-A のケーブル、取説兼保証書ですね。で、保証書に関して言うと1年間は効くんですけども、ゲオの返品っていうのは、レシートがないと返品してくれないので、必ずレシートは取っておいた方がいいと思います。安いとやっぱり初期不良とかっていうのが起きやすいので、そこを考慮するとレシートは取っておきましょう。で、ちょっと箱から出してみましょう。取って。イヤホンこうやってカバーされてるんで、これ外しておきましょうね。イヤホンの下の方にこうでっかく L と R って出てるんで、これは分かりやすくていいですね。ケースも外してみましょう。本当に蓋ないっすね。こんな状態で。いくらこれ IPX5 だからって、上から水溜まっちゃったらもうダメだと思うんですけどね。ちょっと怖いっすよね。それではスペックの紹介です。これは見ての通りインナーイヤー型ですね。13mm のドライバー搭載。Bluetooth のバージョンは 5.1。コーデックは SBC と AAC。ゲーミングモードがあります。これはタッチセンサーで切り替えることができます。通信可能な範囲が狭まる代わりにイヤホンの音のズレがかなり改善されるというモードですね。連続再生は通話で使うと 4.3 時間、音楽再生で8時間、ケース込みで140時間使います。ケース込みで140時間というのはすごく長く使えていいですね。で、充電の端子はこちら USB Type-C ですね。防水は IPX5、タッチセンサー搭載、操作はこちらになります。ハンズフリー機能も搭載、マイクの音質はこちらになります。どうもこんにちは。ギター教室 GT Max、 ギター講師の豊です。今回はゲオのワイヤレスイヤホン SWE-QT12 で話しています。音はどうでしょうか。まず付け心地なんですけど、ちょっとでかいっすね。あのかっちりはまるような感じにはなるんですけども、以前買ったゲオのイヤホンよりかはちょっと違和感あるかなって感じ。あとここの部分ちょっとでかすぎですよね。じゃあちょっとね聞いてみましょう。聞いてみました。まあパッと聞いた感想で言うと低音がすごく出ますね。であんまりハイが強くないんで、ドンシャリっていうよりかはフラット気味で低音がボーンって出ちゃってるって感じなんですよ。なので iPhone の場合だと EQ でベースリデューサーっていう低音をカットする EQ 使うと結構ね、そこそこいい音してますね。これ1999円と思えないぐらいいい音してますよ。ただね、イヤホンに関して言うとエイジングなんだか劣化なんだかよくわかんないんですけども、まあ、2週間ぐらい使ってると低音がだんだん弱くなってくるっていう現象があるので、ちょっとね使い続けてみて、それでまた使った感想を話してみたいと思います。で、気になる点なんですけど、ケースが蓋がないっていうのはすっごい気になりますね。 IPX5 まで大丈夫って書いてますけど、たまたまなんか傘持ってないで歩いてて急に降ってきて、ここにシャーとか言って雨が入っちゃった場合もう絶対ダメだと思うんですよね。だからなんかちょっと微妙だなって感じはしますよね。やっぱり改善点があって、これこれ見てもらいたいんですけど、今までゲオのイヤホンって内向きに向いてたんですよね。なんですけど今回ちょっと外向きになってるんで、この点はすごく取りやすくなって良くなりましたね。ただやっぱなんかケース自体の構造だと思うんですけど、ちょうどここが深すぎるんでやっぱり取りづらいんですよね。それもそれ、まあこうやってスライドして出したらいいっていう話もあるんですけど、他のイヤホンに比べると取り出しづらいかなっていうふうに思いますね。今回はゲオが2月に発売した激安完全ワイヤレスイヤホン
SWE-QT12 を紹介しました、まあ、めちゃくちゃ音いいかって言われたらまた微妙なところなんですけども、安くてそこそこいい音で音楽が聴きたい方にはおすすめです。今回の動画が参考になれば幸いです。この動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。